願います山田太郎君自由民主党の山田太郎でございます冒頭新型コロナウイルス感染症では亡くなりになられた方々に対しましてここより哀悼の意を表しますとともに現在療養中の皆様方に心からお見舞い申し上げたいと思っておりますさて一部報道で,です、ね、東京都が新感染者の平均7日間平均が140人程度入院患者が1000人程度になった場合を 緊急事態宣言のの解除の基準ととして固めたこうういい報道がございましたこれ、大変厳しい基準だというふうにも思っておりますし、えー、今日ですね、午後9時から小池東京都知事がです、ね、臨時記者会見を開くというふうに聞いております。これ、3月21日の時点で仮にですね、いわゆるこの140人を東京が下回ってない場合、国としてはどういう対処方針を出していくのか、この東京都とのズレがあるのかどうか、このあたり、ぜひ西村大臣にお聞きしたいと思います。西村国務大臣 お答えを申し上げますあの現時点におきまして、東京都においてそのような方針を決定したとは、私自身はまだ聞いておりません。えー、この解除の要件につきましては、ですね基本的にこれは専門家の皆様にもご議論いただいた結果として、その指標というものをお示しをしております。その指標に基づいて、えー、ステージ3相当の対策が必要な地域になっているかどうか。 ここれをを病床のの状状況況や感染なななどの指標を照らしながらしが総合的にに判断していくことになります先ほど申し上げましたように、現時点で、政治3相当以下になってきておるんですけれども、まだギリギリのところがあるものですから、これを見極めるために2週間ということを設定をさせていただいたわけでございます。いずれにしましても、専門家の意見を聞いて、国としてこの基準に照らしながら判断をしていきたいというふうに考えておりますが、あの都,まあ、都知事はじめ、知事がやっぱり、 状況は一番よくご存じでありますので、知事とそうした状況も確認をしながら、えー、しっかりと連携をして対応していければというふうに考えているところであります山田君。えとですねまあ、大変厳しい状況だと思います。で今回です、ね、まあ、延長措置で,です、ねまあ、集客エンターメンテインメント産業、非常にです、ねまあ、厳しい状態で、まあ、壊滅的といっても過言ではないと。 で特にです、ね、この1年間で,です、ね、創出した売上が8600億円、売上のなんと75%でございます、もちろん飲食を含めてです、ね、いろんな産業がです、ねまあ、傷ついているわけではありますが、大変なです、ね、状況下にあると。 でそしてまあ私もです、ね、ちょっと関係します、まあ、夏のコミケ2020年も、世界最大のイベントでございますが廃、えー、中止、それから2020年の振り込みもです、ね、もう2回連続で中止ということでございます。今回、延長されますと、非常にまたです、ね、これも厳しいということで、えー、根が絶えてしまうんではないかと、まあ、こんなことすら危惧されるわけであります。そこでぜひです、ねえー、今後の政府の方針で,です、ね、そのきちっと感染しないように守った施設に関してはですね、 えー、イベント開催に関するです、ね、施設利用料に関する支援、それからです、ね、あのコロナ感染のためにです、ね、実は住所等をです、ね、事前に調べるシステム利用料、結構高いというふうに言われています、こういったことに関して、きちっと支援を行うべきではないかと、ゆりかごであるです、ね、施設型の施設に対してもきちっとです、ね、支援していただきたい、私もコンビ系等に支援されて、バッチをつけておりますので、ぜひこのあたり大変気になります。ぜひあの大大臣臣よろしししくお願いしたいいいたと思いますがいかかでしょうか西村国務大臣 文化、芸術関係、あるいはエンターテインメント関係の皆様、本当に厳しい状況にあるものと、私たちの心を潤していただける、大変重要な産業と私自身も考えております、しっかりと支援をしてまいりたいと思っております。あのキャンセル料などですね、最大2500万円の支援、これ、j ードライブの補助金で行っているところでありますけれども、ご指摘のイベントの施設利用料についても、j ードライブの補助金では対象と考えておりますし、またシステム利用料につきましても、この補助金の おいて感染予防対策費の一環として、補助できるようになっております、また、三条補正で措置しました文化芸術活動の充実支援事業、これにおいても、詳細は今、文科省で検討中でありますけれども、基本的にシステム利用料についても補助の対象とすることで、文化庁で考えているものと承知をしております。また、えー 同様にシステム、イベントの施設利用料についても、基本的に補助対象に含める方向で検討しているものというふうに承知をしております。いずれにしましても、連携しながら、しっかりと支援をしていければというふうに考えているところであります山田君、時間になりましたのでありまありがとうございました。